番最初に飛行機のタラップを降りてきたのがアメリカの当時はクリントン大統領というビル・クリントンさんです。目の前にクリントンさんが来まして大変緊張いたしました。森さん、あれだけ練習したのに How are you? というのが出てこなくなったんですね。で、握手をしながら思いっきりの笑顔でこう言ったんです。Who are you? お前は誰やと。これは驚きましたよ。ね、まあ、そうですよね。日本で国際会議がある時大統領専用機に乗って日本の空港に降り立って日本の大臣か赤絨毯に並んで出迎えて本人はハワイユーのつもりですが満面の笑顔を国さんは言ったわけです。お前は誰や。考えました。あ、これは真面目に聞いてるんじゃないなと考えました。冗談で聞いてきた、ジョークで聞いてきたなと。アメリカはやっぱり多民族国家ですからね、やはり初対面で緊張感があります。文化が違いますからね。で、初対面で緊張感を解くという意味で冗談を言うっていうのはアメリカでは普通のことですから、クリントンさん考えましたね。日本人は英語が苦手だというふうに聞いている、ね、ジョークが苦手だというふうに聞いている。それなのにこの日本の総理大臣頑張りよったなと。いきなり英語でジョークをかましてきよったと。ジョークで聞かれたらジョークで返すのがアメリカ流ですから、お前は誰だと聞かれたクリントンさんは起点を聞かせてこう答えたんです。 Oh, I'm the husband of Hillary。ヒラリーのハズバンド、夫ですよ。返したんですね。な、森さんがすかさず、Me too。